いた。ん？なんだこの騒ぎは。一体どうやったら抜けんだこれ。手貸してやるぜ。ああ、ありがとうゾロ。せい。なんだ、抜けんじゃねえかよ。ゾロ、お前だ。早く早く早く、マシマシマシ。ごめん、遅くなった。ナミ。おい、何やってんだお前。早く乗れ、バケ野郎。うわ、すごい。これもミレッシャー。いやー、こんなところにもう一席あったとは。驚いた。どこ行ってたんだナミ。時間がねえっつったの誰だよ。その荷物なんだ。お肉と飲み物。なんか言ってごめんなさい。小物か。いや、よくて。何言って、クロコダイルの気持ちになって考えてるんじゃねえか。俺がもしあいつならどっから砲撃するかって。いいから探せ、あと5分切って。こういうの知るん。とにかく急いで祭壇へ行くしかねえ。返事は？わーい、ルビバテンペジだ。なんだゲーサー、海猫怪獣だ。4日ぶりの飯だ。飯だ飯。引き上がった。船バックバックだ。できるか。逃がすんじゃねえぞ、確実に仕留めろ。どう料理してくれようか、このバカ猫が。俺はキャプテンおにぎりウソップだ。おお、誰だお前は。メジタルさんだ。食い物をおもちゃにするんじゃねえ。暇なら洗い物でもやってろ。ったく、川を渡るまで弁当の支度を済ませなきゃならねえってのに。なんか手伝おうか。いや、あんたは一応この船の客人だからな。まあゆっくりしててくれ。そっか。おめえら雑巾バケツで食器洗うんじゃねえよ。